はい、NHK よ。ぶっ壊す。ということで、令和5年2023年12月5日10時50分です。まあ、いつもの東京地方裁判所前です。今日はですね、立花隆が原告、大津彩香被告の裁判が行われました。今日でこの件3回目です。で、最初どういう形でスタートしたかというと、4月9日に大津彩香が、ツイッター、当時のツイッターですね、まあ X ですけども、というか堀江門も立花さんも逮捕有罪判決ですよねってつぶやきに対して、これに対して、僕は逮捕されたことがないのでという裁判を起こしました。で、さらにですね、その後ですね、僕が逮捕されるというデマをですね、広志や黒川、杉田というような人物が拡散したことや、特に6月の9日、私の自宅マンション前でですね、立花は反社からお金を借りているとか、立花は間もなく逮捕されるなど事実無根のデマをマンション住民や通行人に拡散したということで、さらにさらにですね、第2回目の弁論がですね、10月のですね、31日に行われたんですが、その2日前の10月29日に、大津はですね、また X ですね、今旧 Twitter で、立花さんは教会知能の方々を自らの支持者にするとおっしゃっていたが、 YouTube などで連日私の住所を晒し、悪人を成敗すべしと犬笛を吹いている。私はあなたが作った債務を整理し、法外なコストやずさんな会計処理、ガバナンスを見直して支払うべきものを整理しておりますとかいうことで、僕がですね、犬笛を吹いたと、裁判の2日前にこんなこと言ってきたんですね。でその僕が犬笛を吹いたという主張で、それでですね、自分のお父さん、アップルハウスというですね、大津パパが経営している会社に放火したりとか、大津彩香や大津パパを殺すというようなメールが来たということなんですが、もう彼女自身、選挙運動もしててですね、こんなことはほとんど冗談だというふうに思ってると思うんですが、いずれにしても僕が犬笛を吹いたということで、請求の追加をしてですね、最初160万円の請求額に対して、3つやってきたんで、もう3倍の480万円請求するということで、前回ですね、主張をしました。で、それを正式に拒書類を出したんですが、で、前回の裁判、2回目の弁論期日でですね、大津彩香側の豊田健二弁護士に対して裁判長はですね、大津彩香と黒川や杉田の関係性について釈明してくれと、こう言ってきたんですね。それ多分前回聞いた人覚えてると思うんですけど、で、どう言ってくるのかなと、どういう説明をしてくるのかなと思ったんですが、なんとですね、説明をですね、してこないと。で、このような準備書面を出してですね、この一番一体の変更申し立てに対する答弁で、令和5年11月1日付、訴え変更の申し立て書による訴えの変更を許さないとの決定を求めると。で、これ、法廷で聞いてた方は、変更の申し立てによる訴えの変更じゃなくて、変更の追加と、裁判長、女性裁判長なんですけど、追加を許さないという主張でいいんですかって言ったら、いや、違います、変更ですと言ってですね、豊田さん弁護士は自説をとうとうと語っておられましたが、結論からすると裁判長に全て却下です。で、僕の方から第6準備書面を出していてですね、そんなの何言ってんのと。あんたの方が裁判中なのに、立花と大津が裁判してるのに、大津が未だに、インターネット上でね、立花が犯罪をしてるとかいうことを言い続けとるから、それは請求を、ここでやってたのが、次また4月にやったのが6月来て、10月にも来たから、こっちは追加せざるを得ないと。ただし、もう最初の訴えから半年経ってるので、こっちの請求の追加はこれにて終わりますと。これ以上あるんだったら別の裁判をしますということで、裁判長はそれを認めてくれたと。こういうことです。で、ちょっともう弁護士としては一体、豊田さんは本当何を考えてるのかなっていうレベルなんですけどね。もちろん大津彩香をそそのかしてるのもこの弁護士なので、今後、裁判所や警察がですね、この豊田弁護士に対して、いろいろな、判断を下してくれると思います。必要のないことまであえて書いておきました。
あの第6事務所名ね、原告は原告のことを立花と呼びますけれども、被告を大津と呼びますが、立花は立花が代表取締役社長をしている立花隆取放送局株式会社の通帳のコピーを大津や大津代理人の豊田弁護士に不法に領得されており、現在麹町警察署に被害の相談をしている。さらに現在毎日のように大津から立花に対する不法行為が行われているということで、ちょっとね、本件とは直接関係ないんですが、まあ、大津や大津の弁護士が違法行為をしていてですね、現在麹町警察署に被害の相談をしているということであります。で、もうね、皆さん、まあ、見る人はね、そこでバカの時代がいろいろと仲間が取材しますけど、バカに対して説明してもダメだってめっちゃ分かりました僕。だからもうバカに説明をしないし、これでも大津とか豊田弁護士のことを信用する人はどうぞ信じてください。それが今のインターネット時代のメディアだと思っています。そのテレビとか新聞というのは一応ね、公平に見ようとはしてます。公平かどうかは別にしても、でももう一方的な主張をするような人に説明をするつもりもないし、ここまで説明をしてですね、理解できない人にこれ以上理解をする時間を割くよりもですね、理解をしていただく方や被害を救済を求めている方のために時間を使おうとしています。で、まあ、次回のも、大津側、いわゆる豊田弁護士が出してくるのが3週間後の12月26日で、次回期日が1月16日かな、16日の10時半からまたここで421号法廷です。まあでも次回で終わるんじゃないのかな。もちろん向こうが出てきたらこっちが反論出して、僕はもう一日で反論かける人間なんで、まあ今回もちょっと出てきたものに対して昨日中に作ってですね、今日出しましたので、あえて裁判長もわざわざ今日出したものをすっと呼んでくれてたのは、もう多分的を射た反論だと思うんで、シュッと認めてくれたんだろう。まあ、つまり大津側はですね、今日のまとめとしたら160万円をですね、3つの事件があるから再480万円にしたことは違法だから、もうこの裁判は終わってくれという主張をしてきたんですね。で、2つ目や3つ目の追加の請求についてはもともと違法だから、それに対しての認否反論はしてこなかったわけですね。でも今日は裁判長によってそれは認められないと。要は時間稼ぎをしようとしてですね、請求の変更を認めない決定をしてくださいと。これは決定というのは実は別の裁判を開いて、決定、まあ、ちなみに今日やったのは訴訟っていうんですよ。で、裁判っていうのは実はその裁判を継続して行うかどうかをやることを実は裁判所内で裁判っていうんですよ。訴訟に対しては判決なんですけど、裁判に対しては決定っていうんですよ。あまりこれも知られてないと思うんですけど、要はこの向こうが言ってるのはこれね、訴えの変更申し立ての変更を許さないとの決定を求めるっていう、これに関しては基本的には申し立てになるんですよ。こっちの申し立てに対して、申し立てっていうのは裁判所にお願いをするっていう、事件のお願いをする、審理のお願いをするで、まあ、審理とか訴訟のお願いをすることになるんですけど、その訴訟自体がおかしい、例えばこの東京でやるべきものじゃないとか、簡易裁判所でやるべきものじゃないとかっていう、裁判をやる場所とか裁判の内容について争った時には、その訴訟に対する裁判というのを行うんですね。で、その裁判をした上で決定というのを出します。決定というのは判決みたいなもんです。で、それについては今日裁判長はもう本件を審理した後に判決文でその決定を出しますと言っていましたので、さすがにこれ裁判官の心証は相当悪いと思います。だって裁判長の訴訟指揮に従ってないんだから。次回までに大津彩香と黒川、あるいは杉田の関係について説明してくださいって言われる。特にその大津が書いているツイート2つについてはね、事件3つのうち2つについてはそれは確かに大津さん自身がやってることだから、民法709条とか民法710条本人のやったことなんですけど、僕は大津がやっていること、黒川がやっていることや杉田がやっていることっていうのは大津と共謀しているか、あるいは教唆をしているかっていうところで出しているので、そもそもその杉田が自らが言ってるわけですよ。私は大津彩香さんや大津パパと黒川さんとなんか命がけで大津彩香さんを守りますまで人の家の前で言ってるわけですよね。各席でそのちょろちょろ言ってるわけじゃないんですよ。で、
大津彩香とその杉田がネット上での会話をしてるんですね。どんな会話をしてるかっていうと、大津彩香の彼氏が浮気をしたら、お前彼氏いっぱいおるからちょっと分かれへんねんと俺にはっきり言ってたよな、彼氏な、30代の彼氏と50代の彼氏がおるって、50代の彼氏俺紹介してもらったよね。まあまあそれはいいんだけど、彼氏が浮気をしたら、彼氏の浮気をした彼氏の家に外姓に行ってくれるんですかっていうことを杉田に聞いてるわけですよ、インターネット上 で杉田はそれについてはぜひ言ってくださいと、初めての命令をしてくださいと言ってるんですね。でこれ初めての命令をしてくださいっていうのは告示的な、まあ、意思表示みたいな感じ で、そうじゃなくて暗示的な意思表示ってなるんですよ。今あの工藤会系の暴力団の組長が殺人事件とかで死刑になってて、西院もなんか死刑の求刑が出たと記憶してますけども、大体暴力団の組長っていうのはあいつを殺してこいなんて言わないんですよ。でもなんとなく雰囲気を出して、あいつが死んだらええのになみたいな雰囲気を出して、部下が敵対する勢力を殺したりとか、一般人殺したりするっていうことで、これを基本的には目次的とか暗示的とか、まあ特に目次的っていうのかな。だから大津が喜ぶことを杉田や黒川はいわゆる忖度してやっていると。で大津はそれを止めにも入っていない。で黒川に関しては自分は政治家女子法廷との幹事長であるまで明確に言ってるわけですよね。で大津自身は政治家女子法廷との党首であるって言ってるわけだから、大津の方からまずこの黒川や杉田との関係についてね、こちらは内部じゃないから外形的な客観的なというか出てる証拠で出してるわけですよ。で裁判所としては、いや大津さん側からこの二人との関係について説明してください。でこれについて今日は説明をしてこなかったということですね。これはもうすでに刑事事件の可能性もっていうか、まあ、刑事事件が出てきているので、あまり軽々に向こうも反論できないんだろうと思っています。ということでこの後ちょっとね、昨日言ったかな、まあ、もうあえて言おうか、山中から電話があって、ある話した、あ山中言うたから電話あった、まあ別に隠すことじゃないので、山中豊から電話があって、もう内緒で話しましょうって来たのね。いやもう山中さんも何言ってるのって言って、もうここまで人に喧嘩売っといてね、そしたら山中豊は、なんか僕は知らないっていうのね、状況をよく分かってないって言ったから、いやいやその杉田が山中豊に対して、僕は山中さんがね前科があるから、それを公表したら、山中さん一般人だからということで名誉毀損で、なんか山中さんがめっちゃ怒ってて、杉田が麹町警察に行ったって言ってますと。ちなみに名誉毀損は申告罪なので本人が行かなきゃいけないよね。それ山中さん、俺僕知らないですって言って、でも山中さん一生懸命2019年は立花さんに投票したし、去年もちゃんとガーシーと書きましたっていうか、いやそんな関係ないやって、今更何言ってんのみたいな話で、もう警察に言ってることなので、これ以上ちょっとさすがに明確なことは避けますけども、まあ山中豊さんっていうのはもともと麹町警察署によって、逮捕され送検されて起訴されて、懲役2年執行猶予5年かな、恐喝と名誉毀損だと思います。でまあだから麹町警察署は山中豊のことめっちゃ知ってるわけですよね。でまあここまでにもう一個とどめますが、今回の事件の発端、代表権騒動発端っていうのは3月29日に大津彩香が辞めると言ったにもかかわらず、山中豊と大津彩香が4月の3日か4日に内緒でりそな銀行の参議院支店に行って、通帳をなくした、印鑑なくしたって言って嘘をついて通帳を作って、で4月の7日に残金全部下ろしてくれと言ったのは山中豊なわけですよね。だからで、トヨタ弁護士を大津に紹介したのも山中豊なんですよ。でその山中豊が昨日電話してきてですね、内緒で会いたいと、まあ、前回も実は内緒で会ってるんですけど、それは4月の時ですけどね、まあ内緒っていうか、まあ知り合いの事務所に行ったらたまたまいたっていう設定で、二人でそば食いながらね話をします。その時に僕はだから和解金1億円でどうですかって話をしたんですよ。こんなややこしくなるのは分かってたから、どうしてもハンコがないと時間かかるのはもう間違いないと思ってたんで、まあ、それで提案をしたのは山中豊さんなんですけど、
まあ別に隠すこともないし、今更山中豊さんとですね僕が内緒であったところでですね、もうあの代表権訴訟の裁判もちなみに、もうあさってです、12月7日に、3回目のウェブ会議が行われて、もうあの請求の趣旨も固まりましたので、早ければ今月中には、弁論が開かれて終結というになると思います。で、何度も言ってますけども、あの豊田弁護士本当に僕ねあんま賢くないなとすごく思ってて、あの人だから先延ばしすることの天才だと思いますけど、裁判勝つことは全く天才でも何でもないと思います。まあ、今日の裁判見てても裁判長の指揮に従ってないわけですよ。これがあの認められないっていうのと、普通はもう一個書くんです、持ってくるんですよ。認められなかった場合の反論、認否反論って持ってくるんですけど、それを持ってこずに、やっぱりさすがにやばいと思ったのか、普通1ヶ月とか言うのを3週間とかって言ってましたけどね、次回。要は代表権訴訟もですね、あの原告が立花隆だと思ってるんですよね。で、原告はあくまでも斉藤健一郎であってね、その立花と大津の間でその紙でのやり取りをしようって言ったことは事実ですよ。3月27日、まあ内緒で僕は大津と交渉したわけですよ。俺の月額240万円の給料、まあ報酬のうち俺を140万にして大津100万にするから、だからそれで話しようよって言って、それでね、代表権だけ俺にくれと、当主は君のままでいいって話をしたんですよ。内緒でやったんですよ。でもこの内緒話はさすがにもう急ぎだから、3月29日あさってまでに紙持ってきてくれと、大津も分かりました、紙用意しますって LINE で送ってきてるんですけど、3月29日には紙を用意してなかったから、だからこの話はもう終わりなし、もうなしなしって言った。で、僕の方からも契約の申し込みをして、大津側はそれを、受諾する条件として紙にするって、ここで初めて様式契約を言ってるわけです。でも3月29日にも俺は今度やりませんと、俺が申し込んだ契約も破棄しますと、で大津も100万いりませんとはっきり言ってました。だその時点でもう終わりなんですよ、この様式契約っていうので。やめるやめるって一生懸命言ったけど、いや俺はやれへんで、俺はやれへんでって言い続けたから、仕方なく斉藤さんにお願いしますと大津は言ったっていうことで、もちろん斉藤君との間でね、代表権を分けるとか、党首を代表権を分けるとか、そんな話もしてないし、1ヶ月100万円とか、そんな話もしてないし、斉藤君はその3月29日の会合に入ってないし、そんな話全く知らないから、急にあの場に呼び出されて、みんなが集まって、斉藤君がええんちゃうかって俺が言ったら、大津も斉藤さんでいいんじゃないですかって言って、斉藤君が OK ってなって、あの場の雰囲気はみんな斉藤君で OK になってたわけですよね。で、それを分かってるから、大津は内緒で行ったわけですよ。内緒で立花さんに言わないで、くださいとりそな銀行のお願いをして、いわゆる登記上のね、自分が代表権であるっていう形式上のものだけを使って、通帳がない、印鑑がないって言って通帳作りに行ったわけですよね。そこに山中豊が立ち会ってたっていうんですよ。ということで3月29日に、ね、彼女が辞めよう、大津が辞めようとしたことは間違いなくて、その後勝手にそれを翻しただけの話で、そんなの辞めるって意思表示をした後にそんなの撤回なんていうのは自民党のなんか人も撤回してますけど、それは無理ですからね。言ったことを撤回なんかできないから、正当な理由があればできますよ。もちろん脅迫されたとかね、正当な脅迫とかだったらそれは撤回できますけど、そのもう自分は紙で出すと言ってたけども、その紙っていうのはあくまでも立花との契約であって、斉藤健一郎君との契約じゃないので、で、まあ昨日ね、それこそ山中豊が連絡して電話してきたっていうのは、電話の仕方も、立花先生お元気ですかって LINE が来て、すぐに俺返そうとしたら、もう俺が既読になった瞬間電話が鳴ってきて、相当焦ってました。で、もう本当に山中豊と、陰でこそこそやるつもりは全くないので、まあ、このようにバラしておきましたということですね。まあ、相当僕焦ってると思います。もうだって、これだけは確実に言いますよ。麹町警察署や、麻布警察署ね、ちゃんと捜査していることだけは言っときます。もうどうせ大津にバレてるんで、これは動いているということだけは確実に言っておきます。あとはこれ以上はさすがに言えないので、動いているということだけ、申し上げて終わります。なんかない？いいかな。はい、以上で終わります。次回は1月16日ということで、あとまあいいや、とりあえず終わります。裁判所前より NHK をぶっ壊す。こんなカメラ近く